エマニュエルヨボジョボエブエは、コートジボワールアビジャン出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。元コートジボワール代表。アーセナル FC で2005から06シーズンにブレークした選手の一人。2004年の夏、練習生としてアーセナルのトライアルを受け、これに合格。ローレンらサイドバック人の怪我により、レギュラーをつかんだ。 チームが準優勝した2005から06シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ決勝戦では左サイドから攻撃に来るエトーやロナウジーニョを抑え込みこの試合でマンオブザマッチに輝いている2011から12シーズンは新加入のジェルビーニョがもともと背番号は27を好んでつける傾向があるためエブエがつけていた27をジェルビーニョに奪われ 背番号が未定のまま新シーズンを迎えることになると思われていたが、2011年8月16日、ガラタサライ SK に移籍した。契約期間は4年間で移籍金は350万ユーロ。2015年6月に契約満了により退団。それから半年間の無所属の後、馴染んだプレミアリーグのサンダーランド AFC の練習に参加。 クラブの信頼を得て2016年3月に短期契約を結んだ。しかし、入団以前から代理人のセバスティアン・ボアソーがエブエの報酬未払いを国際サッカー連盟に提訴しており、フィファはボアソーの訴えを認めて、エブエに未払い金の支払い猶予も与えていたが、エブエは期限内に支払わなかった。これにより3月31日、フィファは エブエに1年間の出場停止処分を下し、エブエはスポーツ仲裁裁判所に提訴したが、帰却された。この事態を受けてサンダーランドは、エブエから代理人との金銭トラブルを報告されて、いなかったことを理由にわずか22日間で契約解除を通告した。出場停止処分が明けた2017年夏に、キプロスリーグのクラブ入団に合意したが、 メディカルチェックでの血液上を理由に契約は破棄された。その際に、エブエは、エイズに感染していると報じられたが、後に、エブエ本人は否定している。悪いことは続き、2017年ぐれには、夫人との離婚裁判で敗訴し、ほぼすべての財産と子供の親権も失い、同年12月には住居も失い、地人宅で、異候老生活を送っている現状を告白しており、 事実上の現役引退状態となっている。2017年12月より、身の上を案じた、ファティテリムの紹介によりガラタサライ SKU-14 のコーチをしている。コートジボワール代表としては2004年にデビューし、その後、アフリカネーションズカップとワールドカップに出場。2009年11月18日の親善試合のドイツ戦では、代表初ゴールを挙げた。 ありがとうございます。